おはようございますす西田渡です、えー、と2月の9日水曜日というところで、ね、いかがお過ごしでしょうか大阪出張から戻ってまいりまして1、まあ、泊2日だったので、ねえー、非常に楽しかったですね、えー、と大阪の街を、えー、ゆうとびさんと、ねえー、一緒に収録したりゆうとびさんと対談させていただいたりあとは、ね、4月の15日に四、えー、つ橋大阪の四つ橋にありますね、えー、月1という、ね、飲食店さんで、えー、と私の、ね、写真展示を。 ピンと合ってるかな。うん。えー、ゲイズのね、写真展示させていただこうと思ってます。その際にね、ゲイズの写真集も皆様にサインしたりとか、そこで販売しようかなとかも思っておりますので、ぜひそちらでご購入いただけたり、僕も土日とかにはね、大阪行って皆様とお会い、直接お会いできるようなね、えー、形にしたいなと思っておりますので、何卒皆様とお会いできるのを楽しみにしております。4月15日、昨今の情勢がね、落ち着いていることを、えー、記念しております。とにかく祈っております。なので落ち着いておけばねやっぱり 皆さんとこう安心してお会いできるっていうところでそれが非常に現,現在のね一番気にしているところですが4月の前にねもう,、えー、ともう告知始めていこうと思いまして東京タワー東京タワーで僕写真展示,展示するんですよ東京タワーギャラリーっていうのがですねえっ、ー、と東京タワーの3階のにあるんですよね東京タワータワーギャラリーかな、えー、そちらで えっと現状ですと3月15日からえ4月の10日ぐらいまでやろうかなというふうに思ってますのでえタイトルは「東京」「東京愛想」っていう感じでね僕が見た東京という形で2020年そして2022年のこの2年間をねえやはりこの昨今の女性化でずっと。 東東京京のの街をひたたすすらスナップ撮りりり続けてきてきおりままで、えー、カラー部東京もありましたこの個展もありましたしこちらにお越しいただけてない皆様のためにもねああいった東京タワーのさ、えー、カラーブ東京の作品も飾りつつそれ以降のね作品も飾りつつっていうところでこの2年間の東京僕なりの東京をね東京タワーのでね展示するっていうちょっとねちょっとした粋な企画かなっていうふうに自分で勝手に思ったりしておりますのでまた改めてね細かな告知を 口は皆様にしますので、えー、と3月19日そして、えー、3月19日と、えー、から4月の10日ぐらいまでかな今そのぐらいでスケジュール組んでます本当はもうちょっと早めに始める予定でしたが、えーとまあ、昨今の情勢下でねオミクロンの関係上、えー、と,とにかくなるべく後ろ倒しにして会期を後ろ倒しにしたいっていうところが今希望でありまして、えー、なので、ね、皆様とお,お会いできないとねやっぱり意味がない って言ったらあれなんですけどもやっぱり皆さんと会いたいのでねなるべく後ろ倒しにしている状況で現状では3月19日から4月の10日ぐらいまでで東京タワー3階タワーギャラリーにして、ね、渡る写真展東京を開催いたしますので何卒よろしくお願いしますというところとゲイズ v o l ーム3が鋭意制作中でございますはいゲイズ v o l ーム3いい感じに仕上がっておりますまだこれはねえっ、ー、とバサバサの状態でございますああ こういったぐらいバサバサの状態でございます。よいしょここ。ここでいいのかな。あ、どっか落ちちゃったな。まずいな。はい。どっか落ちちゃったな。このぐらいかな。 多分ちょっとずれちゃいました。こうやってね、全然編んでないので <laughs>、あの、ちょっとずれてリズムが狂っちゃったかな。どうだろう。ちょっと後で見直しておきます。こういった感じで。えっ、ー、と、ゲイズ3に関しては、えっ、ー、と、今月の末、26日ぐらいの発売で予定しております。こちらもね、合わせて皆様、また、オンラインでとりあえず今月、今回のボリューム3は発売かなってなってます。本来は2月にね、大阪で写真展示、4月15日からやる えー、月一さんでやる写真展が2月にやる予定だったんですがもう昨今の情勢下で一回後ろ倒しにしましたのでまあ今回ゲイズボリューム3に関してはオンラインでね皆様にお届けする形になるかなとは思ってますまたお会いした時にねゲイズご購入いただいた方は持ってきていただくと サインとかもねできると思いますのでそちらも合わせて、えー、ご期待ください非常に素晴らしい作品中に仕上がっておりますので楽しみにお待ちくださいで今日なんですけれども僕の、えー、カメラソニーキャノンライカこの使い方が決まってきたぞっていうお話をしようかなと思っております結論から言うともうソニーソニーの α74 はもう完全動画機 もう完全動画機ですねこれねはいもうこうして、えー、こうやって上級もうこのマイクが本当に紙マイクなので後ろから喋っても声拾ってくれるモードがこことかにありましてここにねなのでもう完璧なんですよねここがねでえっ、ー、と前からだけ喋るとる時はここのスイッチをここにこうカチッと切り替えてこの一番上の指向性を切り替えてこうして <laughs> アクティブ手ブレ補正入れてこういう形で自撮りすればもう バチッと音声も拾ってくれるし1 4ミリなのでワイドに撮れて自撮り OK 歩きながらも OK っていうねなのでもう僕はもう今ソニーの、えー、とアルファはアルファミラーレス一眼はもう動画機もうこれ確定しましたもうまあ、でもうーん現時は動画機ねまあアポズミクロンとかつけてマニュアルで撮影するスチル機としても楽しいは楽しいんですけれどもやはり もうこっちね、今、この M11 があるのでもうこれがもう今、一番の僕の、えー、とプライベートといいますかこういった今、マイブームはこのゲイズとかを構成していくうえでは,やはりもうこの、えー、ライカ M11 でどこまで撮れるかっていうところが今、自分が一番楽しいところかなという感じですね。あとはポケットに突っ込んでおく、えー、スナップ機はソニーの、えー、RX100M7 RX でしょう。 で、えー、とガチで撮影するぞ仕事で依頼されたぞ絶対に失敗ができないぞって時はもうこれ、えー、R3 っていうところですねこれいざとなったら YouTube も撮れちゃうので <laughs> なのでねえっ、ー、と2台欲しくなってきてますね本当に。はに、い、なので YouTube 用に据え置きの R3 と仕事用の R3 で え仕事行く時は R32 台一応を持っていっておくみたいな感じになるかなっていうね R5 もねもちろんいいんですけれどもうんやっぱ R3 使っちゃうと,、えー、と写りもいいしうん、まあ、画素数でいうともちろん R5 の方が一番上ではあるんですけれどもあのロ,ローデータのね触っていく感じのこのこう粘る感じ データの扱いやすさがこの M11 も格別 R3 も格別っていうところでやっぱりこの2機種がね今データ触っててめちゃくちゃやりやすい本当にデータの触りやすいですねいかようにでも本当なるっていうまあ大げさではなく本当そうなんですよね。 っとツイッターとかでもね写真をこうパンパンパンっていうふうに、えー、と皆様にご覧頂い,いてるんですけれどもすごくハイトーンなこう柔らかな表現からモノクロのバキッとしたわざと粒子乗せてザラザラな感じバキッとした、えー、表現だったり超写実的だったりとか何かねそういった本当にこう振り幅がモノクロからはあのほわーっとね明るいふんわりしたトーンとか今までハイライトがね ライカとかは苦手だったので M10 の時とかはふんわりしたあの表情のカットっていうのは比較的苦手だったんですよね。うん、まあそういった時はやっぱキヤノンとかを使っていたんですけれども今はこの M11 で。 もう完全にそのふわっとしたふんわりトーンみたいなのも出せるようになったので非常に良くなったそしていつも通りの暗部が粘る暗部黒の中に黒があると言われているようなねライカ描写もあるのでスタンダードないつも通りのライカの描写もできるしっていうところあとはやっぱこの R3 のねこの堅牢性ですよねもう撮ると思った瞬間に撮影することができるこの堅牢性とシャッターのこのラグですね特に電子シャッターがこれやっぱ最高ですねえ使ってて 撮るぞと思った瞬間のこのキレ、ね、がねやっぱり圧倒的にメカシャッターでもいいんですが電子シャッターがね本当にいいなっていうストロボ撮影とかの時はまだちょっと心配なのでメカシャッター使ってますがやはり。 R3 は本当電子シャッターで使うべき機種なのかなっていうふうには最近思ってます。っていうところでこれは多分ねまた3ヶ月後ぐらいになると僕の今のメインストリームが変わってるのは多分ね間違いないと思うんですが現状2022年の2月上旬現在では、えっと、アルファ はもう完全に v だけででなく動画機ですねもうこれを今回の大阪出張でもこの装備これを卓上三脚に置いておはようございます西田航ですってホテルの中からこういった朝のサブチャンネル撮ったりしてましたでゆうとびさんとの対談もこれでこのまま撮ってたまあゆうとびさんとの対談はマイクはこの紙マイクではなく、えー、とロードのワイヤレス GO2 で2人ねピンマイクのような形でつけて喋ってますが、まあ、それでも万能でしょで1時間以上回せるからこういった形でひたすら、えー、回しまくるで安定してました した とあとは自,自撮りですよ、えー、と西,田塾用に西田塾用の動画として僕が撮影している模様を皆様にお届けするリアルロケもこれで撮ってきましたしこんな感じで自撮りでねただちょっと一点ね、えっと、先に申し訳ないんですが今回ね自撮りしてた分に関しては、えっと、アクティブ手ぶれ補正がねなぜかオフになっててちょっと手ブレが気になる動画にはなってたのがね皆様にちょっとご覧いただく時に申し訳ないなっていうふうには思っている次第でねちょっとこれからは撮影する際にプリセットを当ててる んですけれどもそれがね一度ここでプリセットを変更せずに一度ここでファンクションボタンとかで変えてしまうとそれがずっとスティされちゃうんですよね電源オンオフしてもキャノン機は電源オンオフしたらプリセットに入っているのが絶対に再現されるんですがソニーの場合はこれを例えば2の,2のダイヤルのとこ3にして2にすれば、えー、とまたプリセットに戻るんですけれども2にしたまんまファンクションボタンとかでえっ、ー、と手 アクティブテーブル要請をスタンダードにして、したままにするとスタンダードになったまんまになってるというね、電源オンオフでも。キャノンがついつい電源オンオフにすれば、完全にそのセッティングがまるっきり元に戻るので、勘違いして忘れて、ソニーはそれを忘れていたっていうね、これはちょっとキャノンソニーで、えー、と感覚的に使い分け、気をつけなきゃなと思った次第でしたね。というところで、今日もも使い方にお過ごしください。西田あたるでしたどうも